ガクトのゲーム帰ってきた。ガメセンテル。さあ、兄さん、今回のガメセンテルはこちらのゲームでございます。任天堂が誇る名作ゲーム、ゼルダ。わー、ゼルダの伝説、風のタクト HD。 知ってるよ。知ってますか？やったことは。ゼルダ、はい。いや、ないね。あ、ゼルダないですか？謎解きがものすごい面白いゲーム。僕も小さい時大好きだったんですけど。あ、そう。どんだけちょっとパワーアップしてるのか僕も知らないので、ぜひこれをちょっとやっていただこうかと。ゲームパッドでプレイ。これでやるの？はい、名前を入力ということで。タクチンかわいいかわいい。スタートでお願いします。まずストーリーですね。人々に語り継がれる神話。そもそもゼルダの伝説ってどんなストーリーな、オリジナルは。オリジナルはちょっと調べないと分かんないです。知らないんじゃない調べとけよ。調べとけよ。なんかちょっとまだ お前の仕事はそれなんかそれがお前の仕事。なんとなく頭に入ってるんですけど、もしまた違うことを言ってしまったらあれだなと思って。そんなやつだな、本当に。仕事しろお前。まあ悪いやつがいまして、そいつを倒そうという。おさくみ、お前を倒すぞ。一作目は1986年ですからね。すごいな、1986年。基本的なストーリーは、主人公リンクがゼルダを助け出すっていうものなんです。あ、ゼルダ姫ですね。はい。あ、この子がゼルダじゃないんだ。この人はリンクって言うんですよ。この音楽は素敵なんですよね。まあ、はい、そう、お前ほんと知ったかすんな。いやいや、この音楽有名な音楽です。有名、ゼルダといえば。で、これもプロデューサーがマリオを作った宮本さんが作られたということで。あ、そう。はい。で、そんな有名な作品にもかかわらず、お前はストーリーを知らないと。そう、忘れちゃいましたね。リンク、今思い出した。リンクです、リンク。全然ストーリー見るの忘れましたね、もう。悪いやつが来たと。すごいね、あれ文字なんだね、きっとね。はい。もうなんかこう、ちょっとカタカナっぽいですね。え、古代ヘブライ文字っぽいな。王国のためには時の勇者が再び現れてくれると。あれはトライフォースというですね、これ合ってるかな、トライフォースで。トライフォースですね。あれを手に入れることが大事なんですね。なんかさ、はい、すごい話っていうか、このゲーム長くなりそうな予感がするんだけど。ちょっとなんかすごいそんな予感するんだけど。多分長いゲームなのは間違いないので、兄さんにちょっとゼルダを体験していただこうという。ゼルダって言うなお前。ゼルダだろお前。ゼルダをぜひやっていただきたいと。なんか名作ですからね。風のすごいな、これ映ってんだぜ、こんな風に。すごいですね。ね、 Wii U パッドもすごいですよ、ね、これすごいぜ。そっちでもできるってことですもんね。じゃあもうテレビいらないじゃん。みんな見えます。これほんとすごいな。結構ストーリーはちょっと長いですね。多分これもこのストーリーだけで今終わるぜ。もう終わるんじゃないですかね。作品、ちなみにこれは結構新しい方ではあるんですよね。2013年のゲームですから最新作ではないんですけど。すごい、アニメみたいですね。かわいい映画。
リンクの妹なんですかね。ああ。すごい近いのに覗いてる。そうですね。髪の毛の上から眉毛が出るという。なんとも斬新な。こんな顔だったっけな。もっと凛々しい顔だったと思うんですけどね。すっごい主人公じゃないような。ちょっとまだストーリーが続いてますね。なるほど、はい、ばあちゃんとこ行けと。ばあちゃん来てるか。なるほど。ああ、できるんですね。なるほど。喋る。なるほど。これで喋ると。あ、これで動くのか。またこれか。またこれか。最近のゲームみんなこれが。これ苦手なんだよ。ジョイスティックが。これもう。今日のガムセンテルはここまで。限定配信しているコンテンツ裏センテルや、プレゼントキャンペーン情報など知れば得する情報が、ここに。番組の公式サイトは右上のマークをクリックしたら見れます。ここね、はい。チャンネル登録をしてない人は画面の下から今すぐチャンネル登録をしてください。このゲームやってほしいとかリクエストあったらコメントをお願いください。で、著名人、芸能人、成功された方、まあ、いろんな方、一緒にガムセンテル出たいぜと思ってる方、ここにコメント、もしくは事務所にも連絡ください。 YouTube に直接連絡してもありです、うん、まあ、あとは匠とかにね、呪いのハガキとか、そんなわけでもろもろよろしく。じゃあ